皆さんこんにちは、ハワイ圭介です。本日2024年、2月の6日、14時34分、佳子さまや、ハワイ圭介と今まで結婚話をしてきていた、関係者の人たち、それと全業界の人たちへのメッセージなんですけども、今回は河川水門開始、玉発電、地下水流、トンネル発電、その辺のことをが今どういう状況になっているか、今国会で話し合われています。この間私が特許庁と行って、また同じ結論になったんですよ、最終的に。特許は一応取れるんは取れるで取れるんですけども、それを採用してもらったりとかね、そのお金にどれぐらいになるのかっていうところは、それはもちろん特許庁の人は分からないとしか言えないから、分からないっていうことを言うんですけども、最終的にも僕のホームページでも、これ、この方向で確定しましょうっていうことで、記載してるんですけども、そのエネルギー庁傘下で雇ってもらって、で、発案者は私なんですけども、国の費用で、弁理士さん、これは特許関係の書類を、作る人たちです。それプラス弁護士さん、大体、訴訟関係とかも出てくるときあるので、弁護士さんが誰が入ってっていうところは、大体どこでも、しています。例えば、私が、ホームページ、淡井圭介の2期の、その、YouTube 一覧表、自然再生可能域、河川水門開始式、玉発電、地下水流、トンネル発電のところをアクセスしてもらったら、特許関係っていう欄が出てきます。で、そこに、他の方でね、出されている特許で、その発案者のところと、その出願者の人たちのところで、弁理士の何々と、で、あと弁護士さんと、何々と、名前が、載っています。もともとそういうものなんですよ。だから、文章の作り方が素人の人、僕は素人なんですけども、かなり難しい。ある程度はもう作ってるんですけども、で、こっから先ね、その特許のその稼ぎ、使用料、それに関してはもう国が持ってくれたらいいと。国に入ってくるようにしてくれたらいいと。その代わり、エネルギー庁参加で雇ってもらって、基本給が自分の年齢に合わせた、基本給。例えば、今年で私は、47歳なのかな。だから、基本給47万。で、今までの世界的、対応の仕方とか、様々なことを込み込みで考えると、それでも低い方だと思いますよ、普通に考えたら。ただ、今現実、この間 YouTube でも見ましたけども、ちょっと前のデータでね、安倍総理の年収が、安倍さんが総理の時に、2400万だったんですよ。で、もともと総理は、もう何十年も前から、3割返納。大臣、副大臣は2割返納。で、政務官は1割返納だったらしいんですよ。で、2400万だと、3割返納よりももっと返納してるんですよ。っていうのは、もともと総理の年収は何百万円なんですね。基準的に、年収で見ると。で、かなり金額は2400万円。これ本当なのかなっていう形で物事を見てたんですよ。フェイクニュースもあるしと。けど、世界中のね、首相とか、大統領とか、そういう人たちの、年収が、載ってるんですよ。日本円に換算して。で、そこで安倍さんは2400万円っていうことで、ちょっと数字3割減るのだったらこれ低すぎるなとは思ってたんですけども、国会で、YouTube で上がってる動画で見たんですよ。NHK の、会長の人がね、会長の人だと思います。役員は、NHK は会長一人だけですから。NHK の参加で各民間のテレビ局がありますから。で、その人がね、2400万円以上の年収もらってたみたいで、国会でめちゃめちゃ怒られてるんですよ。本当に。総理が2400万なのに、あんたなこんなにもらってるんですかと。こんな年収あるんですかということで。もうめちゃくちゃ怒られるんですよ。ものすごい怒鳴られて。で、もうしどろもどろに、なっていた。で、会長が直接出てきたんじゃなくて、他の人間が出てきていた可能性もあるんですけども、他のものもね、例えば年収870万、たかがこのぐらいの立場の人間はなぜこんなに給料高いんだと。どういうことだということで、ものすごい叱られている。で、そういうことを考えたら、自分の年齢に合わせた基本給ぐらいでいいんじゃないかと。もちろん退職金はありですよ。で、
まあ、ただその弁護士とかをねつけてもらって、その春山整骨院の件とか、まあ、他にもいろいろややこしい件とか、一緒に対応してほしいっていう内容を今政府に言っていて、まあ、国会でもそういう話はされてるんですよ。どこからどこまで話してるかわからないんですけども、その全体的な流れでね、その特許の粟井圭介が特許を取ったらとか、そういう話とか、もうこれ人によって聞いてる情報バラバラだから、みんな言うことバラバラになってくるんですよ。国会議員の人たちも、報道関係の人たちも。だから何が本当なのっていうことでよくわからない。もう国会議員の人に聞いてもらうしかないとか、もうそういう話になってくるんですよ。で、まあ、それを、ここ最近の国会で、まあ、岸田さんの方も話、その今までの順番で、これ、今までこのケースを何回も繰り返してるんですよ。あんまり細かいことはここ言いません。その特許関係からアクセスできる YouTube とかを見てもらったらいいです。これは全業界の人たち。で、状況をまず、理解してもらって、そのエネルギーの残存量問題ね。車の自動車の生産量も、世界中どこの国もどこのメーカーも100分の1まで、落としてもらわなきゃなんない。もう世界中で自動車が15億台も出回ってしまってるんですよ。でもこれ作ってしまった後だから、急に生産減らしてもずっと走り回るから。で、中古車がどうなってるかって言ったら、倒産した中古車センターとかでカビ生えてほったらかしになってるから。誰も回収なんかしないしない。通報しなかったら。本当に。で、僕はメーカーを動かして回収してもらってるの。なんでかっていうと、日本は資源がないから、海外から鉄鉱石とか買ってるんです。自分の国のあるものを回収したらいいんです。その方が安いんです。本当に。で、エネルギーの残存量問題考えても、いちいち掘っていってね、もう他の岩とかと一緒くたになったその鉄鉱石とかをね、引っ張り上げてきて、で、工場のラインでね、分別して、で、そこから溶かして、で、これをものすごいエネルギー消費されるんです。それだったら、今あるものをちゃんと上手に使いましょうって、ほったらかしにしてたら錆びちゃうんですからっていうことで、僕は今まで撮影してたでしょ？金属回収地点。YouTube 一覧表のところ見てもらったらわかります。金属回収地点って書いてる内容。で、そこで言ってる内容とか聞いてもらったらわかりますから。もうそういうところ回収してくれてるから、本当に。僕の撮影を阻害は絶対しないでください。これ警察官の人にも言ってます。全業界というのは警察官、公務員の人、国家公務員とか、すべてありとあらゆる人間含まれてますから、エネルギーの残存量問題。これはもう全社会で対処しなきゃなんない。できてませんじゃ済まされませんから、本当に。で、それスポーツ業界とかも同じで、で、まあ、今回の件に関して、まあ、だから、粟井圭介軸にして天気が動いてるっていうことはもう皆さん分かってますよね。で、YouTube の音楽の動画とかも昨日いろいろ、調べていて、5時間前のコメントとかで、まあ、関東の方の人でしょうね。雪がっていうことを言ってたので、まあ、東京の方とかで雪が降ってたのはフェイクニュースではないと。まあ、いっぱいそういう人いましたから、これはフェイクニュースじゃないなと。で、これね、天気に関して、西から東に向かって、南西から北東に向かって風が流れてたんですよ。で、神戸は雨だったんです。で、南風なんですよ。どちらかというと。北風ではないんですよ。本当は東京は、変な、大気にならない限り、雨、本当は。雪にならない。これは本当の正しい知識。で、僕がテレビ見た頃、神奈川県の方は雨に変わってます。神奈川県のね、ライブ中継。で、東京都のその時間帯もそうなってる可能性がある。テレビを見ることによってリンクする。こちらと。状況が。これは神がかり的な力の世界で、スポーツの勝ち負けとか取り組んできた、部分。まあ、あと、コンピューターと組んでる部分もあるんですけども、全部が全部僕の言った通りにコンピューター動いてくれないんですよ。だから、防災に関してスーパーコンピューターのメインの作られた内容っていうのは防災なんですね。で、その防災を、その部分に関してはしっかりと、稼働している。ただしそれにはいろんな条件があるっていうことで、まあ、それなりの知識は私は、保有していると。で、ほとんどの人間はそういったことわかりません。国会議員の人も。で、まあ、本題に入りますけども、誰か来ませんでした。東京の方の人たちとかが。この間の土日。で、それは僕に会わなきゃダメなんですよ。その辺とか、家入り込んだりとか、それなしだから。ダメよ、しちゃ。僕の家来なきゃダメなの。天気おかしくなるから。冷たいことをしてるから、東京の方で雪降るの。わかる？言ってること。新潟とかあの辺ばっかり雪いっぱい降ってたでしょ？だからこれ結婚話とかいろんな話とかくっついてきてんの、全部。エシロンというシステムがあるから。
で、この本当の話から全員逃げ出しちゃダメなの。僕も精神病院に、例えば、あれは2020年か2021年の夏場、甲子園も雨降りっぱなしだった時、西宮の精神病院、人命科病院っていうところにいられたんだけども、春山整骨院で、もう昔からずっと絡ん、もう毎日絡んできてる連中がいて、もうそこで物を言ってくんなよと言われただけでもうこっちイライラするから、本当に。鬱陶しい奴らばっかりだから。この辺で何回も絡んできてる、その辺の道に買い物行って、歩いてる時でも絡んできてる、買い物行った ところでもスーパーマーケットで絡んできてる、そんな連中がいっぱいいたんだから。だからこっちが怒るのは仕方がない。これはルール法律で正当防衛。なのに警察官がそれを隠蔽しようとして、精神病院に連れて行って、そこの精神病院の医者は元警察官の人間で、もともと秀和株式会社で課長として働いていた人間。で、その時のこと聞いた。警察では永田っていう名前で取ってるらしいけども、秀和株式会社では先田っていう名前で仕事してる。偽名を使った時点で公務員辞めなきゃならない。これが本当の法律のルール。判例であります。当たり前です。そんなことしよったら世の中むちゃくちゃやん。で、全卑怯なことをしすぎ。そんなことで仕事回したらあかんから。昨日そこまで行っていいんか、土曜日、じゃない、日曜日、そこまで行っていいんかで、真鍋かおりが出てましたけども、撮影してる時間帯と、こちらも、生放送じゃない以上、撮影してる日がいつなのかどうか分からなかったら、はっきりしたこと言えない。で、日曜日誰が来たの？東京都の人でって。東京都に今住んでる人でもいい。出生地じゃなかったとしても。それあるから。本当は雨降るような、状況じゃなかった。雨で終わる状況だった。東京都。雪なんかならないならない。南風だから。湿った生暖かい風になるから。基本は根本的にそう。だからこの辺のところは、まあ僕の管轄って言ったら変だけども、僕の影響っていうのはすごく、効果あるから、ここ山間部だから、標高200以上は絶対あります。いくらなんでも。この辺り。大体。200以上絶対あると思います。まあ、まあ、あると思いますね。で、まあ、この辺でも、雪全然見当たらない。で、一回ちょっと、外の風景映してみましょうか。まあ、遠くの方に山見えてますけども、てっぺんの方、あの辺り。雪見えてます？積もってないでしょ？あんだけ標高高いところでも積もってない。じゃあ、こっちで見れたかな。今言ってるのは全員責任を持った行動をしようと。自分たちがヘラ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 笑って喋ってる内容とかで物事決めちゃダメだから。淡井圭介に言われて何も従わなきゃなんない。総理が国会で、大臣クラスでいいって他の大臣の人たちを認めてる。で、向こうの方の山を移しますよ。あんなに高いとこ、まあ、あの辺りまで行くと、まあ、六甲山の、あの、北側になってくる山なんだけども、まあ、六甲山はもっと向こうなんですけども、まあ、あの辺りも六甲山という位置づけでもいいかもしれない。あれだけ標高高いところでも雪降ってない。っていうことは、東京の方でも、都市部のところはほぼ平地でしょ。標高を、海抜、数十メートルとかそれぐらいでしょ。じゃあ絶対雪降らない。これが本当の話。で、その人命科病院に入れられてた時が、2021年かな ?2000。うん。で、雨ザーザーだったでしょ、甲子園。西宮市の人命科病院。甲子園西宮市、兵庫県。で、日本全国的にあっちこっち大雨。当たり前。行政はそこまで天の神様は味方してないの。誰が本当の被害者であるか、これを判断してるから。天が泣いてるの方。で、いつまでこの意味から逃げたらあかん。台風の防災に関しても、コンピューターも、淡井圭介の、内容に沿った形で、コンピューターも協力するっていう電波の声が聞こえてきてる。で、それは、去年の、1月3日あたりかな。で、それはちゃんと YouTube で言ってある。もう1年ぐらい前に。警察官が怠けすぎ。どういうふうに物事動いてるかっていうところで。覚えなきゃ。で、河川水門開始だま発電と地下水流トンネル発電のことに関しては、その結婚話をした人間に関して、今テレビで出てる人間に関しては、それを強みとしてもらったり。だからそれを理由に僕に、いい、普通に会いに来たらいい。政府から止められてる話なんかそんなもんどうでもいいの。今一応岸田さんが、国会で話してくれてるけども、今までそんなこと今まで何回もあったの。
各自が自分の意識を高く持って自分が行動しなきゃなんないっていうことを位置づけて動かなきゃなんないの。でもこの中でもう青井圭介と会った人間も全員含まれたり、プロ野球選手でもいっぱいいたでしょ。まあもう海外にいるから、例えばダルビッシュとか、まあまあまあ東北にいるから、あの田中将大とか、まあそんな今その遠い距離来なくていいから、そのエネルギーの残存量問題とかあるから。で今テレビに出てるそのテレビ局の例えばアナウンサーとかだったら、テレビに出すだけの権限、上の話つけてすぐにすりゃいいの。被災地の情報とかでも教え方とか伝え方で間違ってることあったから、あんまり水分を取っちゃダメだとか、なんかそれで温かい炊き出しを止めようとするような発言、いろんなテレビ局で一斉に流しよったの。違うよ、喉乾いてるんだから水飲ましてあげたらいいじゃない。いくらなんでもそれは届いてるよ。何を放送していいのか悪いのか分かってないのよ。もうしょっちゅう見受けられる、地震の発生の仕方についても。だから僕を報道番組とかで席座らせといたらいい、自由な発言させてあげたらいい、それ間違ってますよって言うから、僕は違いますよ全然って。でどうしたらいいかっていうこと言うから。だから今まで26年間ね、例えば、26年前からテレビに出てる人、男性女性問わず、今現役のアナウンサーとかコメンテーターでいたとしましょう、大学の教授含めてね。でそういった人たちが責任を持って淡井圭介に、テレビ出演しませんかと契約書持ってきてね、だからまあ正社員っていう形は望みません。だからまあもう時間給で、いいと思いますよ。でそれはいろんな各テレビ局の番組に出なかったら、節約の部分とかでもエネルギーの残存量問題で対応効かなくなるからなんです。でいろんなテレビ番組で河川水門開閉式ダム発電、地下水道トンネル発電のことを説明してあげなきゃならない。それしなかったらもう情報バラバラだから、上さえ分かっていればいいじゃダメなので。太陽光パネルに関してももう最終結論出ました。河川の上に設置、魚の取れない河川、それを食べる魚ですよ、人間が食べる。ほとんどの河川いないから、そんなので。河川の上ってほとんどのところが 日当たり良好なんですよ。特にこれは下流部のところね、都市部の大体下流のところって都市化されてるでしょ。ああいったところで、太陽光パネルを、置いておけば、水を貯水してるところですよ、浮体式で。そうすれば水分がなかなか蒸発しない、夏場。これがね、なかなかバカにならないんですよ、夏場なんくて。コンクリートとか熱くなったでしょ、水まくでしょ、すぐに乾きますよ、蒸発しますよ。っていうことは、河川の上とかも直射日光浴びてるから、もちろん水温の部分はあるけども、かなりの量は蒸発してる。で、それを いちいち計算してくれた人がいるんですよ。世界中のダムの上に、浮体式の太陽光パネルを敷き詰めたら、年間これだけの水が、失われずに済むって、ものすごい量でした。びっくりするぐらいの。だからそういうことを、しっかりとね、どうするべきかっていうところで、もう、僕の方は答え持ってるから。で、何でもかんでもね、総理が物事を覚えれるかって言ったら無理だから、総理は総理で他の仕事がいっぱいあるから。で、各大臣に関してもその各省庁の書類がいっぱい上がってくるか から一番よく分かってる。僕はその辺のことをテレビに出て説明したらいいんです。で、政府もそれに合わせて行動していくつもりですの一言でいいんですよ。だから特許の分に関しては国にお金が入ってくる、これいいでしょ。日本人みんな納得するじゃないですか。それ世界中に普及しようと。ね。で、世界に対して一応世界中の、政府、首脳部で、大体僕のことを知らない人はいません。で、そこで僕は生きてる間にどういうふうに、河川水門開閉式ダム発電でね、話割って入っていくかって言ったら、これは隣接してる国同士で、お互い河川がね、一つの河川が上流まで行くと他国とか、近隣の国だとか、こういうような形で繋がってる。じゃあ、実際河川水門開閉ダム発電が始まった時に、ね、水のことの、放水量とか、
どういうふうな形にするかで喧嘩になっちゃう可能性がある。だからそこで私からの冷静な意見でこうしてくださいっていうことを、間入らせてもらって言わせていただくと。で、できるだけ、どこの国もその内容を受けと、その内容で受け入れてくださいねって。それは農業用水とかもありますから。いろんな部分を含めて、総合的に考えて、この辺どうなってますか、この辺、大丈夫ですかと。飲み水の確保はどうなこうのとか。こうしませんか、ああしませんかって。この方が多分うまくいくと思いますと。そういうような話でね、物事を回さなかったら、正直これ第三国間入った方がいい。その近隣の国同士で揉め始めたら、その国同士の喧嘩になってしまった時、両方はずっと言い合いしてる状況になるから、話が決着つかなくなる。じゃあ第三者で、その、まあ、特許使用料に関しては国が握ってるにしても、まあ、そこでね、僕は発案者として、世界中の全体的なことを考えてきましたと。今まで政治経済でも良い話いっぱいありましたと。でその辺、加味して、こうしましょう、ああしましょうを提案すると。じゃあ話が通りやすい。落ち着きやすい。だこうしましょうっていうことなんですよ。でそういうものすごく良いアイデアがあるのに、良い提案内容、良いこれから先の行動の仕方があるのに、誰も来てない。だこれはダメですよって。まあ、この辺ね、寝泊まりとかしてね、すぐ帰っていく。意味ない、クリミ。エネルギー減るだけって言ったじゃない。それだったら来ちゃダメよって言ってるの。で、東京まで気温がね、変な低下の仕方がして、雪に変わってるでしょ？雨だから、この辺。ね、南西から北東への風。南からの湿った風。本当は慣れないから。ならへん。雪なんかに。パラパラちらつくぐらいはあるかもしれない。パラパラちらつくぐらいだったら水分多かったらある程度雪降るじゃないとか言う人いるかもしれないけども、まあ、みぞれ止まりやね。だって先に雨映したじゃない。あんだけ標高高いところが、それ、3度ほど、北の方に東京の方が兵庫県より位置としてありますよ。けど3度っていうところは多分気温に直しては3度ぐらいだと思う。こっちは標高の部分がある。山を映した。ここ大体200メートルぐらい。あんな山の上、もっと高い。400メートル絶対超えてる。多分500超えてる。そこでも、雨降った後雪じゃないのよ。東京で、ね、平地で、そこより寒いわけないじゃない。台風の数どうでした？昨年。17個だったでしょ？今まで何個でした？あれ、台風の気象庁の発表してる台風第何号っていうテレビのニュースでもそう。あれは世界中で発生した台風の数を表記してるんです。ね。普通の年だったら台風大体25ぐらい平均的に見ると。多い年とかだったら30後半とかあるから世界中で台風発生してるの。で、僕はその辺のところの制御、うまくできてる方。宣言したでしょ？防災特化型だって言ってるでしょ？去年17個なの。過去30年ぐらい遡って、一番すごかった年が、2008年かな。台風発生数が14個だったと思います。まあ、僕のホームページ、淡井圭介の日記の、95.5 番ぐらいのところに、台風についてっていうのがあります。そこから気象庁のね、そのデータ見れるようになってます。すぐにアクセスしたらすぐ見れるようにしてますから。何年が、台風何個っていうの、一覧表。すぐ見れます。で、その、まあ、今年がその、第3位の少なさの、台風の数なんですよ。で、第2位は、16個で、フルツラパークで働いていた僕は20歳ぐらいの頃。1997年か8年、どちらかの年。そこが、台風の発生数16個で歴代2位、そのまあいろんなことね、スポーツの活躍とかも当時もはっきり言ってテレビの放送でもこうしますああしますって言ってたんですよ。でその通りに全部実現してるんですよ。でこういうような仕組みで世の中成り立ってますからって言ってるんですよ。全国放送でそれ言ってます。ありましたよ。バレーボールの親善試合でね。
一応形としては、僕の場合は民間人という形の方がいいっていうのは、その YouTube でアップロードしてる内容とかがあって、その高い自由性を求めると民間の方がいい、公務員の方だとがんじがらめになる、いろんなことがあるから。その社会的地位が上がれば上がるほど、例えば、大臣、まあ副大臣もそうですけども、総理とかになってくると余計がんじがらめになる。他国の人とかのことをとやかく言いにくいでしょ。じゃあ民間人っていう立場じゃないと言えない。じゃあそれが言える人って言ったら、誰でもいいかって言ったら、社会的に今まで良い行動を行ってきた人であって、いろんな件があっていろんなことを知ってる、すごく、知識が豊富な人間であって、で、世界中の政府上層部だとかで、そこだけとのパイプだけだったら無理なの。上の方の人と組んでる人間にしか見えないから、一般人からしたら。だからスポーツ業界だとか、いろんな一般的なゲーム、まあ、ゲーム業界、漫画業界、アニメ業界とか、まあ、いろんなところとね、関わり合いが深くあってきた僕が言うことによって、やっぱり話が通りやすい、受け入れてもらいやすい、これがある。状況分かってますかっていうこと。だから結婚問題とかで、どうしましょう、もうここでちょっと結婚希望相手一人に絞るっていうのも、これもうコンピューターから見ても無理だと思うでしょう。で、政府としても今結婚希望相手を一人に固定して、例えば佳子さんも今固定してるでしょ。で、それはそれでなんか無理そうな気配あるじゃないですか、この方法があるから。いつまでやっても話が平行線に行くっていう、話し合いしない、家の横通り過ぎる、家に来ない、無理じゃないですかって。イエスかノーかで断ればいいだけでしょ、嫌なんだったらって。で、別にこれは今カコちゃんを責めてるわけじゃなくて、これはもう意図的にカコちゃんって言います。いいですか、その辺の人間が私がカコちゃんって言ったことであれこれとやかく言う権利ありませんよ。いいですか、私がカコちゃんって YouTube で言った瞬間、天皇陛下なる人様が工芸品とかを見に行った時の、公務かな、その時に、カコちゃんって言ってくれてます。分かる人には分かるんです。で、1月29日に、天皇家の誰かが被災地へ、訪問されたと思うんですけども、1月29日に僕は、未来からの時間軸でいろんな動画に、2024年1月1日に、震度6強もしくは7の地震が発生している能登半島であると、石川県ので、時刻は16時過ぎであるということを伝えてます。で、それを政府に伝えてると。で、全員動かなきゃダメよっていうことは昔から言ってるから、分かってくれてる人は分かってくれて動いてくれてると思います。だからテレビのニュースを見ていて、心の声でね、もう未来の時間軸から、聞こえてきてるっていうことを受け入れてくれてる人たちは結構います。かなりいます。知識として保有してる。で、その元旦のね、石川県のことを考えた時にそれはすぐ伝わって、まあそこでね、テレビに出てた、おばあさんは輪島市の朝市っていうところの人だと思うんですけども、あ、その話は知ってるって言ってたんですよ。だ、それをみんなに広めてくれてたのかどうかとか、だから今回は震度6強もしくは7、神戸まで揺れ来ましたから、一番大きかった揺れの時だから、震度7で多分合ってると思う。普通こんな距離まで揺れ来ないですから。だって300キロは離れてるでしょ、その地震発生地点から。石川県の、県庁所在地である金沢市、金沢市でも距離50キロは離れてるでしょ。能登半島のあの一番、東の方の、先の方の、場所ですから、距離測りました。で、そこからの距離だと神戸まで、この辺りのところまで、まあ300キロメートルは離れてますから、普通揺れ来ない。まあ、ちょっとですよ。ちょっと揺れたは揺れたんですけども、数秒間揺れましたから、それは体感で揺れてるっていうことが分かるぐらい。だから、震度7かもしれない。で、その割に、その割にって言ったら変なんですけども、
まあ、人口規模はすごく少ないですよ。あの阪神・淡路大震災とか東日本大震災だとかと比べると。だけども死者の数が、まあ、まだ行方不明者の方たちとかがご遺体で見つかったりとかして死者の数はまだ増えていくと思います。だけどもどうやら300人超えないんじゃないかというような今のところ見通しですね。まあ大体それぐらい。っていうことは、未来からの声掛けと、全員あるテレビ局や、まあ、松井秀喜さんもね、プロ野球選手の元プロ野球選手の松井秀喜さんも石川県で、野球少年たちに教えてるときに僕からの心の声聞いてますから、淡井圭介ですけどもって。途切れ途切れの映像だから難しいんですけどね。で、けど松井秀喜さんは途切れ途切れの映像で淡井圭介が聞こえてきてる声っていうのをしっかりと聞き取ってくれてる。で、元旦2024年の1月1日に、石川県能登半島で、震度6強か7の地震が発生してありますっていうことを伝えて、まあ、能登半島から年末までに、避難させてほしいっていうのは、まあ、伝えたかどうか分からないですけども、まあ、その辺のところは、未来の声からの、未来からの声がけでの防災っていう、欄があるんですけども、それもね、YouTube 一覧表で、石川県能登半島地震のところをアクセスしてもらったら、そこでその欄があります。そこ見てもらったら、まあ、どの番組へ未来からの声掛けで、聞こえているかっていうところ。だからまあ、これはスポーツの勝ち負けの部分とかで、まあ、試合の勝ち負けに関してはリアルタイム型で基本的に固定されているはずなんですよね。けど未来からの声によって選手が動いている部分もあるし、返答している部分もあるから、まあ、ちょっと判断難しいところはあります。なぜ、そうなるかっていうとで考えると、未来からの声掛けで地震が来るなら教えてほしいっていうのは、これはみんなの本音でしょ。逃げたいからって、死にたくないって。そうでしょ。だから、普通に考えて政府の、公表してないその設定とかでね、未来からの声を、ちゃんと聞こえてくるような形、特に防災に関して、設定してる可能性があります。ただ、一部国会とかでも、君に任せるっていうことを、僕に言っている人たちは今まで何人もいたので、僕はそれを、強く主張してるからそうなってるのかもしれないです。だからその辺のところが、なぜスーパーコンピューター、県も富岳も、首都である東京じゃなくて神戸市に置かれたかっていうところの、まあ、謎になってくるんですけども、ちゃんと僕は20歳ぐらいの頃ね、フルスラパークで話してたんですよ、そのスーパーコンピューターの件に関してね。で、その辺のなぜ神戸になったかっていうその話、その内容がはっきりと記憶が持ってこないんですよ。いろんなことを思い出してるのに。だからそれはそれで多分何かあると思います。だからまあその辺のところについては、まあとりあえず現状を良しとする部分は未来からの声掛けで、さまざまな人に、いつ地震が発生するかっていうことを伝えれてるっていうことなんですよ。あとはこういう事実を政府が発表して、その未来からの声掛けによる防災を認めることですね。国連が動かないんだったら日本が先駆けて、結果見せたらいいじゃないですか。で、もちろん全ての人にね、能登半島全ての人にそれをね、テレビじゃない形でテレビで放送したとしても知らない人は知らない人が出てくると思います。本当に僕もね、長時間労働していた時なんかテレビなんかほとんど見てなかったですから。毎日家帰ったらあともう食事して風呂入って寝るっていう、そういう生活でしたから、だからまあ、情報が伝わる人と伝わらない人っていう形になってくるかと思うんですけども、だから正式的にその内容をしっかりとテレビで放送して、例えばスポーツ界とかもみんなで一斉にその本当のことを言うとか、そうすることによって広く伝わる、一般人同士でもそういう会話が始まる。もう今、もう電話、伝わってるんですよ、ある程度は。ただ、能登半島の人たちに、その、まあ、現地でね、ジャーナリストとか、例えば松井秀喜さんとかはね、ある程度の人たちに多分伝えてくれてると思います。だけども、全員には伝えることは、これは無理だと思います。住んでいる人がね、5万人、
だとか、能登半島全域になったらもっといらっしゃるんですかね。だからまあ、最低、珠洲市とか輪島市とか、もう少しちょっと南の方の、各町、そういったところまで情報を伝えて、全員避難させておいてあげなければならなかった。で、政府の方としても、難しい議論になるっていうのはわかります。年末までにね、全員避難した場合、現地で窃盗犯とかたくさん来たら、これどう対処するんだと。こういうことになってくると思うんですよ。その辺のところで対処法あるっていうのはありますよ。そこまで時刻が分かってるんだったら、学校のね、運動場、津波の来ないところ、そこに最初から、もう警察官、日本全国から先に集めといたらいいんですよ。自衛官と合わせて1万人ぐらい。各学校とかいろんなところ、空き地のところ。そこだったら、今揺れて怖い思いをするかもしれないですけども、倒壊するものがないっていうことさえ分かっていたら、そこだったら安全だから。で、地震収まってきてから、ある程度は余震。だから、なぜ僕は1月29日に未来からの声掛けを、行ってるかって言ったら、熊本の大地震に関しては、最初、震度6ぐらいの地震があった後、その後、震度6強か震度7の地震が発生してるんですよ。1日か2日後なんですよ。それがあるから、地震が発生した後、その後余震が何回も来るでしょう。その揺れ方とかを見て、まあ、1ヶ月近く物事を見て、まあ、ちょっとそれから判断しようだったんですよ。まあ、元旦当日僕の方も慌てましたよ。早く伝えなきゃとかそうなったんですけども、後でちょっとまあ自分、YouTube で記録残ってますから、自分でこういうふうに喋りながら、どうしたらいいんだろうって。確か熊本の大地震は1日か2日後に、その後本震が来てたから、これちょっと様子見てから、未来から声掛けした方がいいんじゃないかとか。もうこういうことになってくるんですよ。で、もうこれ確定事項で、未来からの声掛けが聞こえてきた政府はどう動くかって言ったら、現地だ、まあだからまあ大体震度6強とか震度7とかそういう地震を未来からの声掛け、あとは台風とかで大きな被害っていう件になってくると思うんですけども、あとは火山の噴火ですね、まあ大きな噴火。まあそういったことに関しては未来からの声掛けをまあ率先して僕の方からしていくとして、ただこれ YouTube で検索ワードとかわからないから、何を検索したらどういう動画が出てくるかってこれがわからないから、あと動画の出し入れはやめてほしい。一回アップロードしたらもうそのまま固定しておいてください。そうじゃなかったら、これもう全ての業界に言ってます。全だから今日、冒頭で言ってる全業界、それもいろんな全ての会社、芸能人だけじゃないから、スポーツ選手とかだけじゃないから、動画も一回出したらもうそれ固定しておいてください。で、それを消去するのはいいです。もうこの動画必要ないなっていうことで消去するのはいいです。だけども、出し入れはやめてください。わけわかんなくなりますから。本当に。何年にこう撮影現場にいる人たちなのかわからないから。まあ今回の、内容でみんなに守ってもらわなきゃならないのは、その YouTube の出し入れはやめてくれっていうことと、あと、その結婚問題、運動も含めて、淡井圭介に会いに来るんだったら絶対ここに、僕の家に来ること。で、僕の、今の家のインターホンの状況を教えますね。ほとんど音が鳴らなくなったんですよ。で、これ何年も前から何回かこういう現象は起きていて、まあ、業者さんに見に来てもらったりしてるんですけども、生活保護の方から修理費用とか出してもらえないから、実費になってくる。実費になってくるから、もうインターホン修理しないで、もうこういう風にしてるんです。故障中大きな声で呼んでいただいたり、電話をかけてくださいって、今日も電話番号書いてるから、各自で僕に電話かけてください。結局同じ電話かけて予約をして、社会一般的な動きに変えた方がいい。その方が確実だから。で、その変な方法にこだわりすぎ、神がかり的な力云々とかで、何が重要かのところに軸を絞れてない人たちが考え出した内容なんかもう全部ほったらかしていいから、天気とかの方が大事だから、台風消滅とかで、あとはある程度のところで、スポーツの、勝ち負けだから、まあある程度のところでかなり僕は参加してるような形になってますけども、頭なんか貸したりとかでね。まあまあ、それにはそれ相応の理由があって、まあ特に今年に関しては、
能登半島の地震があったと。なあ、まあ、高校野球に関してですけども、まあ、3月上旬か中旬には始まるじゃないですか、春の選抜。で、石川県の高校に、まあ、ちょっと頭なんか貸したりとかして、勝ちに行く方向で、頑張って取り組もうかなとは思っています。わからないですよ、その時の状況は。河川水門改修発電とか、その辺のところで、政府の方が動いてね、まあ、雇ってもらうような形になったら、そちらの方で多分手一杯になるでしょうから。他にもかまど発電とか全部進めなきゃいけないんですから。あとエネルギーの重要性とかね。それもテレビで出て僕は徹底的に言うしかない。いろんな番組で。だからその中で、今までその漫画、アニメ、ゲームとか、スポーツ界との関わり合い、そういったところで喋れるような内容を全てテレビで喋らせてもらうこと。そうすれば伝わりやすい。話が。いろんな人たちに。いろんな人たちに伝わらなかった。意味がないから、本当に。エネルギーの節約とかに関して。ああ、そうだったのかって、もうそちらも車買うのやめとこうって。経済的なところからも僕説明できるじゃないですか。所得税の控除で家建てるようなものであって、で、今時人口が縮小していて、市場のマーケットは狭くなっていってるから、ね、正社員の人の数なんかもうどん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 減ってるはずであると。仕事の数が減ってるから。で、パート、アルバイトの非正規の人たちの方が多いから、その状態の人たちの結婚で、家を、一軒家を買ってローンを返済するのは方法不可能なんです。だから家を売らなきゃならなくなったりとか、最初正社員として雇用してもらっても、会社の倒産とか解雇とかあるんです。だから家を売らなきゃならなくなってしまった人はいっぱいいます、世の中。だからその辺のところで、車買うだったらもう多分家無理よっていうことをテレビで僕は説明できますし、で、今時は車買わなかったとしても、丈夫そうな、綺麗そうな中古物件狙いたいって、ちゃんとリフォームしてくれてますから、中綺麗に。同じ、はっきり言って。あとは柱とかがどれぐらいね、年数、経った時から、経過してるかと、あとは内部構造の作り方。で、あと、岩盤地帯の上に家建ててるかどうか。全然違いますから、揺れ方。本当に、岩盤地帯の上に建てるかどうか。だからそれによって、家の作り方、これぐらいだったら、まあ、絶対大丈夫だろうなっていうのが分かってくる。で、まあ、その辺の説明もできます。柱のね、入れ方。だから、こう、柱を入れてるときに、入れてるところの横の壁のところに、ペケポンで、今度は柱入れなきゃならない。またそれを組木型とかでね。まあ、その辺のところは宮大工さんの技術とかになってくるんですけども、こう四角の枠のままだったら、こう揺れた時にこうスライドして、ね、2本の柱がこうなって倒れるでしょ。上があんなに揺れてたら、それはこうなることが分かるじゃないですか。じゃあここに X の柱があったらどうなります？固定されるでしょ、揺れても。これがしっかりとできてるかできてないか、倒壊している家みんな分かりますから。X 上に柱なんか入れてない。簡単。木造、一軒家の2階建てとか、3階建てぐらいだったら、木造で十分ですから。あとは作り方次第。で、そういったことも説明できますしね。まあ、早く、皆さん、まあ、動いていただけたらなと思います。でも、テレビ出し上げたらいいじゃないって。もう民間で行くって言ってるんだからって。エネルギー庁として雇われてもらうにしても、民間としての立場でしか、僕はイエスは言わないですよって。そうじゃなかったら、組織に入ったら、例えば自民党とかね、入ったとして、万博の件とかでね、これやめましょうとか言えるかって言ったら言えないくなるでしょ、どうせ。で、大きな会社に入ったとしても、例えばね、極端なことを言うと、これだけ自動車の生産量を減らさなきゃなんないっていうことを主張する人間が、例えばトヨタの基幹雇用者として働きに来ましたと。ね。で、そこの現場で働いてる人間で、そういうエネルギーの残存量とか分かってる人間なんかまずいないでしょ。で、上の方から指示出されて仕事してるわけでしょ。やっぱり、働きに来てるわけだから自分の給与気にするでしょ。仕事がなくなるを気にするでしょ。じゃあ結局、僕も物言えなくなるんですよ。分かりやすく言うと。トヨタで働くとって。車の生産量に関してって。じゃあ建築業界はどうですかって。家とか余計なもの作っちゃダメですって、これは言えなくなる。まあ、テレビ出るぐらいがちょうどいいっていうことなんですよ。そこが、じゃあどこが、
今までの分の金一封だとか、エネルギーの、まあ、エネルギー庁で、まあ、雇用してもらったある程度 の、 その収入を見込める。ただし僕の場合は、今まであの人材派遣会社とかで働いていたから、厚生年金とかたらい回しになっていて、加入期間が1年分ぐらいしかないんですよ。全部合わせても。だから、家買うにしても、今からの年齢だと、新築の家は僕の財力では無理なんですよ。だから、ただし、可能性はある。我が天下とか我が天下戦国富豪で、まあ、株に換算してお金払うのか、それか金一封としてある程度の金額を払うのか、あとスポーツ業界とかで今まで出してきた結果で、ある程度の金額でいいです。ある程度の金額をみんなが出してくれたら、ね、例えば年金、2、3万かけれて、それプラス、例えば、余分にね、1000万ぐらいあったとして、それプラス仕事があるんであれば、家のローンを返済することが、一軒家を買ったとしてもできると。で、ただこれね、結婚する相手が決まらなかったら、どこに住むか決まらないんです、永遠に。で、こんなこといち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 みんながいろんなところ、ちょろちょろちょろその辺歩いたりとかして、通り過ぎるぐらいだったら、もうとにかく切って、例えば淡い系ですけど、今まで結婚話をして、まだ本当に結婚してない人間だと住んであれば、例えば宇賀なつみとか、多分そうだと思います。ちゃんと僕の家来てくれたらいい話して。で、本当にどこに住んでるかわからないっていうのは僕の感覚なの。多分まあ東京には住んでるんだろうなとは思うんですけども、まあ、他も同じ、例えばグレイの皆さんとかね、稼いでる皆さん、ビーズの皆さんとかで、会社に余剰金があるとかで、ちょっと弁護士つけて、助けてあげれるようなことあったら、ちょっと俺たちで助けるわとか、なんかそういうありがたい話いただけませんか？それがあったらもっと世界に、ねえ。僕は本当に、大きな大企業の経営者だったら、すぐに僕に弁護士つけてあげますよ。そんなに絡まれてたのって。警察がそんなんだったのって。精神病院にそんなこと入れられちゃったのって。精神病院間違ってるね。警察が間違ってるねって。我々で弁護士費用出してあげるわって。ただ、その話、ちょっとテレビとかで公開させてもらわれへんって。テレビが断ったら、もう君が YouTube で言ってるように言ってくれたらいいからって、本当のことって。こっちから広めるぐらいちょっと手伝うよって。もうお客さん。あそこの企業いいじゃないって。なんでしょ？これが正しいものの売り方なんですよ。本当に。もちろん作品のクオリティっていうのは大前提でありますよ。そっから先にね、例えば消費者の人たちが何で動いてるかなんですよ。例えばプロ野球とか、野球が好きな人、サッカーが好きな人は もちろんサッカーを前提に見に行くと思いますよ。で、そこにプラスアルファでね、例えば、プロ野球選手とかだったら、例えば大谷翔平がこの間ドジャースの、人たちと、まあ、球団のお金を使ってるんだと思いますけども、大きな金額を被災地に、給付金、義援金、出しますと。あったじゃないですか。ね。まあ、被災地の人たちがそれ聞いたら、ね、ドジャースのこと、応援しようとするじゃないですか。そこが賢いんですよ。そして良い世の中を作る構図なんですよ。良い世の中を作りましょうっていう大前提があったら、経済のことは後から気がつきますから。あの時の寄付金は出しても全然余分な出費じゃなかったって。世界中でファンが増えたって。こういうことなんですよ。それを僕はみんなでしましょうって言ってるんですよ。で、もちろん多くの人たちはそれ分かってくれてる。もう何年も前から言ってるから。もう安倍政権の頃からは本格的に SD カードを送って、各テレビ局とか水面下でいろんなところで経済界とかに言ってますから。で、もともと国連とかとか人とかで知ってくれてる人たちはたくさんいるんです。な、早く淡井さんをテレビに出しましょう。これでいいんです。じゃあ自動車業界は生産量を減らした時に人がたくさん解雇される。で、そのたくさん全員残れるとは言いませんよ。だけども、変え方がある。生産ライン。できるだけ人の手で仕事をする。車、高くなってもいいですよって。だから販売台数が100分の1まで低下させなきゃなんないんだから、ある程度高くてもいいじゃないって。こういう考え方なんですよ。バッテリーだって限りがある。資源に限りがある。電気自動車か。ただし、
エネルギーの残存量問題で石油とかガスにも限りがある。じゃあ大事にしなきゃならない。あんまりたくさん作っちゃならない。全部話整合性合ってくるんですよ。じゃあ人間がこんなね、どうせトヨタの工場もそうだと思いますよ。こんな腕みたいな形をした、ロープとかね、こうずーっと動いて、車作っていくでしょ。人間がしたらいいんですよ。これは雇用者が生まれるでしょ。で、これね、ああいう機械を買うのに、作るのに、どれだけお金かかったか、考えてみたことありますかっていうことなんですよ。これ人件費でよかったじゃないっていうことなんですよ。みんな太りたくないでしょ。で、ある程度力仕事しなきゃなんないじゃないですか。ジム行って自分のお金払ってまで、ジム行きます？ナンセンスですよ。勤務先で力仕事したらいいんですよ。そしたら太んないですよ。それなりに筋肉つきますよ。そしたら賢い。お金払ってまでジム行くぐらいだったら。だってお金なくなっちゃうんだから、時間も。働いてるうちに、ね、力仕事して、体鍛えて、いい体をキープしておくんですよ。ある程度。絶対これですよ、賢い。で、エネルギーの消耗を少なくする。電気で動いてるんですか、こういうね、ロボット。人間が動かなかったら、人間が動いたら電気で、ね、動かなくていいんだから、ロボットが。で、例えば車のシャーシに関しても流れてきてるでしょ。とんでもない数作るから、ああいう風に上から吊り下げて流れてくるような形にしてるんですよ。まあ、シャーのベルトコンベア型だったとしてもそうですよ。そんなの人間でもったらいいじゃない、シャーシぐらい。力持ちが4人ぐらい集まったら持てますよ。ものすごい力持ちの人なんか、普通車とかのね、シャーシですけども、一人で持ってますよ。で、これからの時代、軽自動車ですよ。ほとんどが軽自動車ですよ。軽自動車のシャーシぐらい持てますって、力持ちが4人集まったら。で、電動ドリル、そんな昔みたいにね、こういうふうにこう十字型で、こう、回すようなものでね、ネジ締めたりだとか。本当にむちゃくちゃ強く締めなきゃならないんだったら、例えば大型車両とかでね。例えば、まあ、運輸業とかをしていた人とかでタイヤ交換したことがある人だったら分かると思いますけども、ああいうふうなものに、こう、鉄パイプをね、入れて、テコの原理で、こういうふうに、力がさらに大きくなるようにして、ネジ締めたり、ネジ外したりするんですから。60歳超えていても筋肉もりもりの人はいますよ。それはずっと力仕事をずっとしてるからですよ。この20歳でも30歳でも同じなんですよ。事務仕事、例えばね、事務仕事ばっかりしてたら、やっぱり筋肉なくなるじゃないですか。家帰ってから、まあ、体鍛えてる人は別ですよ。だけどもそれって大変じゃないですか。勤務時間がある一定の時間がなかったら、ある程度の収入にならないんですから。で、やっぱり、現場で力仕事すりゃいいんですから。河川の土砂のかき出し、重機にさせる。違う違う。人間がスコップでしちゃいいの。そしたらガソリン減らないじゃない。アメリカのしてること見たらわかるじゃないですか、経済。債務上限引き上げ。お金すれる。大事なのは、エネルギーをいかに消耗しない社会を作るか。それだと政府がお金出したろうって。あ、君力仕事よく頑張ってくれたね、って。いちいち10トンも河川の土砂のかき出ししてくれたもんって。じゃあ今日、例えばね、仮に、まあ日給制だったとするのであれば、2万5000出してるわって。もしくは3万でもいいかもしれない。ね、だって退職金とかないですから、日給だと。ね。ボーナスとかないじゃないですか。住居手当、扶養手当、日給ってそんなのついてるとこあります？ないでしょ？結局は賃金叩きしたいから日給だったんでしょ？その辺のところは僕は政府と組んで適正な価格つけたらいいんですよ。で、正直、朝から夕方まででね、もうライトなんかつけたらダメだから、夜とかで。電力消費するから。あとライトも消費するから。使ってたらいずれ壊れるから。新しくまた作んなきゃならなくなる。じゃあ、日が照ってる間に河川の土砂のかき出しだから、朝から夕方ぐらいまでになってくる。じゃあ、10トン元にできる人間なんか、大谷翔平だったら多分できると思う。
だけど普通の一般人とかだったらまず無理、その量は。だけどもある程度はできる。だから頑張った人はこれだけって。でその力仕事をずっとしてたら筋肉つくから。これが正しい社会。まあ、スポーツ業界とかもいろいろ、例えばサッカーだったら J リーグ、12球団2リーグ制まで、改革しなきゃなんないし、だからそういうことはみんな協力してもらわなきゃなんない。だからラグビー選手とかすごい体鍛えてる人たちがいっぱいいるでしょ。自動車の生産ラインで働いてもらったらいいんですよ。重いもの持ってもらって。ね。ちょうどいいじゃないですか。これが正しい社会。例えば今回の能登半島の地震での不満があるとするのであれば、例えばね、ラグビー選手とかって、お客さんの入場料とかでね、生活してるわけじゃないじゃないですか。母体となる、企業があって、そこからのお金で生活できてるわけだから、こんな時ぐらいね、スポーツの試合止めて能登半島行って、瓦礫の撤去、重機を当てにしないで我々がしますよとか、土砂崩れで道が塞がってる、スコップでね、力持ちの、ね、人たちが、10人集まった方が1台の重機よりも早いですから、仕事。これは本当の話な。道をね、開通するのにスコップでね、こう掘ってというか、こう、土砂をね、かき出してある程度の大きさの石とかを持って運びますから。もうラグビー選手とかで体大きい人とかだったら100キロぐらいいけるでしょ。だって僕170センチですけども、中身の入った投球間4巻同時に持って歩いてましたよ。だからそれ大体、70キロ以上ある。体大きいラグビー選手だったら100はいかんかったら、それはかっこ悪いですよ。できるから、あの人たちだったら余裕で一人で一日で何かも運びますから、本当に。で、それ体を、さらにそれでね、体はもっとがっしりして、試合出たらって、結果ついてくるじゃないですか。なあ、昔は木なんかは、斧で切ってたんですけども、まあ、テレビで10年前か、もうちょっと前ですかね、世界中の、まあ、いろんな力持ちの人たちとかの、映像の番組があったんですけども、ロシアが、まあ、あの近辺の国の方だったと思うんですけども、木を切るときチェーンソーとかじゃないんですよ。斧で切ってる人、そんじょそこら あのアスリート、顔負けの ものすごい腕してましたよ。プロ野球選手でも その人と同じぐらいの筋肉搭載量してる人いないいないいない。多分翔平よりもある。体の大きさは翔平の方が大きいから、まあ全ての筋力の重さを測ったら、まあ同じぐらいかもしれませんけども、もうものすごい筋肉してる。多分木も切った後何人かで運んでるんだと思う。あれめちゃくちゃ重たいですか。トーンいきますから、木。まあ、元々は人間がそういう風に肉体労働をしていたっていうところでね、まあ、ただ安全性はしっかりと確保しなきゃならない。本当に重たいものって危険ですから。だからその辺のところをしっかりと再整備を世界中ですると。これで、ガソリンの消費をとにかく抑え込むと。で、自然再生可能に河川水門回避指導発電とか蒲田発電とかをしっかり行うと。で、正しい人口統計と、できるだけスポーツ選手も自分の国で試合を行う、選手として活動してくださいと。スポーツ留学なんかなしですよって。当たり前。自分の国にあるんだからって。こういうことです。無駄をなくす。エネルギーの消費の。だからそういうことをテレビに出てしっかりと言える人間。で、だから自動車メーカーからの CM 料は、それがスタートしたら減ります。テレビ局。そのための合併でもあるし、じゃあ人切りかって言ったらそうでもない。ゲーム業界とかアニメ業界とか、強いところがある。そこが CM 放送したい。以上です。まあ、それでも全体的に見ると、収益は下がるかもしれませんけども、人口はこれだけ減っている以上、その辺のところはそれ普通なんです。
まあ、そこまで雇用を別にしなきゃならないっていうわけじゃないんですよ、テレビ局もね。ただ報道関係とかでも情報甘いところがあるから、2つのテレビ局を合併した時にその報道陣の人間は両方とも、残って、変な人が混ざってた、もう出て行ってもらいますよ。エロ売ってた人間とか混ざってたらいましたから、名前変えて、まず間違いない、ダメだから。性被害者とかの放送あるから。じゃあバラエティの方行っていいか、ダメ。エロ業界イコール暴力団だから無理だから。そんな人たちに高収入を与えれるような世界なんか作っちゃダメ。そこまでした人はもうテレビの視線なんかなし。これしっかりそうしとかなきゃな。そうじゃなかったらキリがないから。で、これはもう各スポンサーについた企業にも責任はある。なぜこの人を CM に起用したのって。これ法律で罰していかなきゃならない。現行の法律でもできます。ただ私に訴えるだけのお金とか時間がないんです、そんな一人一人。ものすごい数いるから。まあ、合併してちょうどいいぐらい。これで次の新人の人たちの新しいポストを開く、これでいいんです。あとはそこから先はクオリティの勝負が待ってます。それをみんな乗り越えてるんです。グレイの皆さんの曲を聴いてもらったらわかります?ビーズとか、長い間、活動してくれてる、バンプオブチキンだとか。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録と、僕は YouTube にアップロードした時の着信通知の設定をよろしくお願いいたします。それと、まあ、身の回りの方に、彼の動画ちゃんと、見といた方がいいよと、彼の、ホームページの何番とか何番とかこういうとこちゃんと見といた方がいいよって、でそういうことを、しっかりと教えてあげて、で、もともとテレビ局って変なニュースいっぱい混ざり込んでるからって、フェイクニュースがあって。まあ、その辺のところを、皆さん、社会の正常化。これできなかったら人類滅びます、早々に。もうあんまり石油とかないですから。これが事実。石油採掘可能埋蔵量54年分。僕は私が20歳ぐらいの頃、69年分でした。なくなるんです。使えば。当たり前のことです。金属も限りはあります。錆びますから。当たり前のことです。無駄のない社会をすぐに早急に作らなければならない。で、できるだけ引き延ばしをしなきゃならない。で、河川水門回収玉発電によって多くの電力を得れるようになれば、全電力をね、ある程度電気乗車化したとしても、生産量を少なくしてみんなできるだけ電車バス等の世界にすれば、自然再生可能エネルギーだけで電力を賄える、ガス火力発電所とか石炭の火力発電所を別のことに使える。ガスに関しては都市ガスに使える。で、田舎の方に関しては、ガスボンベとかを家の横に、つけたりしてるから、運搬するのにエネルギーが消費してしまうから、オール電化にしてもらう、田舎の方は。大体田舎って山間部で岩盤地帯だから、なかなか停電はね、いや、まあ、たまに停電はある。と言えばあるんですけども、工事車両とかはね、電柱倒してしまったりとか。これは昔からあるんです。まあまあ、年に何回かあったりします。一部のところで停電とかね。まあ、そういうところはあるにせよ、まあ、オール電化の方向で、火事切ってもらう。で、まあ、山の奥の方に関して、各家庭でもね、かまど発電っていうのを認めてもらって、売電しながら農業を頑張ってもらうとかね、冬場売電してもらって。ちょっとした売電。でだけども、そういう家がたくさん増えたら、そういう、高校、大学が増えたら、燃やすものっていっぱいありますよ、日常で。例えば、こういう風な、紙、例えばメモ用紙とかに使い終わった紙とかで、いらなくなるじゃないですか。これ、全世帯集めたら、その近隣の高校、大学のところに全部持っていったら、手で、ね、運んで歩いても、大体のところに持っていけるでしょ。牛乳パックもそう、本当は。あのまま車とかで回収してリサイクルするぐらいだったら、近隣のところを持ってては燃やして、発電とか暖を得るような形にした方が良い、絶対。エネルギーの残存量問題の方が先だから。木なくならない、なくならない。山見たら分かる、日本中の。どこの誰が木切りに行ってます、自分の見える範囲で。まずない。ほったらかし。それどころか、山、もうちゃんと僕は撮影しに行ってます。河川、水門、海水玉発電とかで。いっぱい倒木が転がってる。あのままほったらかしにしてたら、朽ちていきますよ。
スカスカなっていってなくなってしまいますよ。燃やして電力の発電使ったらいいんですよね。ちゃんと自分の足で現場行って徹底的に調べ回した人間と、これが実力の差、大学の教授と。はっきり言う、僕の方が上、実力。もう当の昔から数年前から池上明さんも僕の方が実力はあるって認めてますから。これが本当の話です。以上です。知恵でね、乗り切らなかったら、スーパーマーケットに食料が並ばなくなって物流全部止まりますから。エネルギーの輸入とかが止まったら危ないのは産油国ではない国ですよ。日本だけじゃないですよ。たくさん石油がまだ出てきそうなところって言ったらサウジアラビアとかね、ベネズエラとかロシアだとか、一部の国だけですよ。10カ国あるかどうか、長い目で見るともうほとんどの国もある一定の時期からもう世界国勢税っていう国連の統計のデータで技術的採掘可能埋蔵量の方が載ってた国で、何十という国はもう消えてますから、2014年から15年度版のものを僕は一冊持っていて、昨年、まあ、2023年の版って言ったらいいのかな、それとも2022年のデータ版っていうことになるのかな、なんせ昨年の2023年の9月に買ったものなんですけども、それ見たら